あのさ、要はブランチとかさ、分からんけど、あの、なんかボンビーガールとか分からんけど、あの、ああいうんでさ、よく物件紹介みたいな、なんかあれで、あるな、そう、物件の、うん、ああいうの楽しそうやなと思って、ロケ。要はさ、その不動産屋の人がおるけど、いや、うん、あそこ、その俺、この不動産好きやし、そんなんでできたらええなと思って、そう、取れるやん、全部、うん、誰もおらへんねんから。で、どうせやったらそう、骨格資格取ろうと思って勉強して取って今やってて。コツとかあんの？携帯でさ。そうだからね、そう、それもちょっと話そうと思って、うん、コツというか、うん、ネットのサイトで見るんは、うん、下の方にこうスクロールしてたら情報更新日か、うん、更新日って言わないけど、それが新しいもんじゃないと結構もう終わっちゃってる物件が多い。そのあれって基本的にもう手入れで入れんのよ。あ、そうなの？各不動産屋が、うん、ほんまたまにあるんが、うん、あの例えば新宿徒歩、5分、10畳 1LDK です、うん、で、5万とか、うん、安っってなって、うん、いや、そうそうそうとか問い合わせで見たら実は1抜けてたとか15万あ1抜けてたとか、あとほんまに5万もあんのよ。でこれ何かっていうと、その言う、事故物件みたいな、うん、でそれはもう告知事項っていうのがあるから、告知は絶対しなきゃいけないの、うん、こういうことがありましたって、うん、でもそのこういうね、不動産屋さん行ったらこう図面みたいなのもらえるわけよ、うん、あの賃料書いてあって、うん、こういう設備でここ間取り図みたいな、うん、でこの辺とかに書いてあるの、告知事項あり、はあ、でそれ何ですかってこっちも絶対聞くし、うん、事故とかもそうやけど、もう一個あるのが例えば、裏お墓とか隣騒音めっちゃうるさいとか、あちょっとその怖い系の人の事務所があるとか、なるほどな、そう、そういうも全部告知事項になるから、火葬場から出た煙が季節によっても飛んできますみたいな。まあまあ、そんなんは聞いたことないけど、もしかしたらあるかもしれない。だからあと、うん、その家探すときに要さ、うん、いやここほんまに徒歩何分なんとか、うん、いやほんまはちょっと、いや7分って書いてあるけど10分ちゃうみたいな、よう言うやん、うん、であれ80メートルで、あ、そうなんや、1分っていうかん、その計算なの。だから160メートルは2分やけど 159.9 は1分やから、ああ、そう、へえ、そうだからその辺でちょっとその誤差が下に合わせるんや、そう、切り捨て、そうそうそう、はあ、になるから、そうだからそこはちょっと探すとき覚えといた方がいいかも。普通に歩いたら1分で80メートルって歩ける？いや、分からんけど、そういう、あ、そのまあ決まってる法律というか、そういう風な表記というか、あ、そうなんや、そうそう、それも勉強した、そう。間コンビニあったりしたら分数変えてほしいな。なんでちょっと毎日夜やろ。人によるやろそれ。そうだから、そう、まあもどうし、さっきのあれじゃないけど、うん、その安い物件にそのあんまり気にせへん、このも人のあれさ、気持ち次第から。だから告知事項ありとか告知とかで検索したら、うん、ほんまに安いのバーって出てくる。